ガーター騎士団員の第2代シュルーズベリー伯爵、ジョンタルボットの紋章。第2代シュルーズベリー伯爵、ジョンタルボットは、イングランドの貴族。1413年頃、後に、初代シュルーズベリー伯爵に女性られるジョンタルボットと、その妻である、第6代ファーニバル女男爵モード、ネビルの間の息子として生まれる。母の没年は不詳だが、母の死により、 第7代ファーニバル男爵位を継承している。1426年にレスターで開かれたバット議会の際に国王ヘンリー6世からナイト爵を与えられた。1434年と1442年にはフランスで勤務。1446年にはアイルランド大法官に就任した。1453年7月17日に フランス遠征に出向いていた父が百年戦争最後の戦いであるカスティオンの戦いで戦死し、第二代シュルーズベリー伯爵位を継承した。1454年から時折スーミツ密院に出席するようになった。1456年から1458年にかけては大倉卿を務めた。1457年にはガーター騎士団ナイトに助せられた。 また1457年10月には高管理長官、1458年5月にはチーフバトラーに就任した。しかしワラ戦争において1460年7月10日のノーサンプトンの戦いで国王ヘンリー六世側に立って戦ったため廃止した。正確な年は不明だが母の死により以下の爵位を継承した。1453年7月17日の父の 死により以下の爵位を継承した。1445年に第4代黄門ド伯爵ジェームズ・バトラーの娘エリザベスと結婚。彼女との間に以下の七しを設けた。ありがとうございます。